ははいいじゃあそれではホワイトボードししっかり移してくださいまず書く設問予見文を読み込む前に全体構造というのをちょっと考えていきたいと思います。はいじゃあそれではですねまず全体構造でこの誰に何をどのようにとこれはまあドメインと今試験員の理論の中で一番重要なものですよと先ほど申し上げた内容です。 でそれに対してじゃあ今回の「誰に」という「標的顧客」これはまず大きく3つに分かれますよね。X 市とととと県県内とあともう一つが県外全国とですから「X」市と「県内」と「県外の全国」この3つに標的顧客が分かれますよっていうのは今から予見文を読み込んでいただいてこの分析できる内容かなと。 で、そして、今度は何をと。何をって言うのは、標的顧客に対して。顧客機能と呼ばれますよって言うのは一次試験で学習しましたよね。で、顧客機能と呼ばれる。何をというのは、二次試験の場合には、ちょっと広げてほしいんです。ものに対して、こと。ことって何ですかって言うと、これは。ちょうど皆さん、お手元の二百九ページに、ちょうどドメインって言うのが書いてあるかなと。 ちょっとお手元見てください解答例解説209ページの中にこちらドメインののってていいうのが書いてあるかなとこれが何かというと「標的顧客」ありますよね「顧客機能何をと」と最後「経営資源リソース」まあ、独自能力とか呼ばれる場合もありますけれども独自能力っていうのはじゃあそもそも何から来るものなんですかって言ったらこれは「 経営資源から来ますよねですから今回は二次試験で事例を解きやすくするために経営資源という形で今度まとめてありますするとこの209ページに書いてあるここの事の提供ってありますよねじゃあ B 社は何を提供したのかって言ったところで要は芋焼酎という製品をもちろん提供したわけなんですけれども ことというのは何かと焼酎が飲みたくて焼酎皆さん飲むんですかここですよね焼酎が飲みたいから焼酎を飲むんじゃなくて焼酎を飲むことによって得られる満足ですよねちょっとほろ酔いとかこの芋のこう香りとか味わいとかでこの辺はですね私も正直な話焼酎ってちょっと昔はあんま好きじゃなかったんですよですけれども 国の支援事業ですね、まあ、うちの経営教育総合研究所って私が代表を務める会社であの自宅しましてねで全国で卸売業の社長さんに対してこうコンサルティングスキルこれどういうことかっていうと小小売売売業業業ありますよね卸売業に対ししてて取引先として小売業その小売業に対する、まあ、指導とか支援ができるようなコンサルティングスキルこれをですね山口さんの方で いろいろと社長さんとか営業の方にですね教えてあげてくださいっていうまあ国の支援事業をずっとやってたんですよ。でその時にまあここ実はこの B 社って私知ってましてねでここの B 社の芋焼酎飲みましたちょっと商品名は伏せておきますけれども限定のこう芋焼酎あります。ただしこのの B 社ねね調べててていくと実はでですすつの企業を合わせて作ってる感じなんですよ 一つの企業だけだけけとどこかが抜け落ちるんですねで合わせて作るとある会社とある会社を合わせてこう入れていくとですねしっかりとこの B 社になりますでこれまあ,あの鹿児島の企業なんですけれども、まあ、実際にですね、まあ、私あの熊本の商工会議所でその卸小売連携支援事業っていうのをやりましてねその時にまあ社長さん来るわけですよ。 酒のしの卸社長さんそうするともちろん鹿児島の方も熊本の方もいらっしゃってですねいろいろケンケンガクガクしてでたまたまその一人の社長さんにこんんな事例出たたよっっっていうのをちょっと送ったんですそしたら「どこどこの事例とどこどこだよ」って言ってねあの地域限定の焼酎ラベルに貼ってあるのこれ送ってきてちょっと伸びました。 でまあ、それ以来ですねもう焼酎大好きになりましてね、まあ、コンサルも今そこの卸の社長さん向けにコンサルずっとしてよく私も熊本に行くんで、まあ、そういった芋焼酎飲むとねやっぱりですね初めはちょっとうっていう感じだったんですよただこう馬刺しとこう食べながらですねこの芋焼酎飲んでいくとですねこの芋独特のこう香りこういうのがですねなんかこう癖になるんですねそうするとちょっとやっぱ飲みやすい米とか麦の焼酎だとね最近は物足りないんです。 だから私自身がやっぱ好きな焼酎としてはまあちょっとブランドと言われる例えば魔王とか村尾とか勇とかいいですよねちょっとこう芋がこう臭いようなね多分あんまりこうそういう匂い嫌いな人は嫌いだと思うんですがすごく芋のコクがあって飲みやすいとかまあそういう,こうお酒結構大好きになりましてねでするとまあ私も結構こう芋焼酎のファンになりまして大体飲み屋さん行くと芋を頼みますするとこれなんですよ香りや味わいで飲み比べしたいんです。 同じのを集中的にいくのもあるんですけれども「芋の種類によってどう違うのかな」なんていうところをちょっと飲み比べしたいこれが要はことなんです。でことって何かっていうと今私が飲み比べしたいっていうのはこれどういう意味かっていうと芋焼酎の製品が欲しいから芋を飲むわけじゃなくて要は私のニーズとしてはこの芋の香りを楽しみたい飲み比べることで満足したいここがニーズですよね。 ですからこのことというのは非常にこの標的顧客の顧客ニーズに近いっていうふうに考えていただいてもいいかなとはいですから今回の構造を見ていきますとまずこのものとことを持ってこの誰にっていうのを満たしていきますこれが丸1になりますよねじゃあそのものとことという何をっていうのを実際には作り上げていくのがこの資源これが丸2という形の流れかなと ですからドメインというのは確かにこのドメインのここっていうのが事業領域というふうに言われるんですけれども冷静に考えていって事例を回答する時のツールとして使うなら,ばならば誰にを満たすために何をがあって何を構築するために経営資源があるんだなとこのつながりで考えていただくと今後事例の問題を解くときにまあすっきりと。 ただの理論じゃなくてこのツールとして使うことができますので1つこれは覚えておいてください、はい、じゃあそれではですね今誰に何をっていうのでどのようにの経営資源までちょっと話を進めていきましてちょっとすいません脱線しましたねあの芋焼酎好きですよなんて話になったんですけど皆さんも是非ね飲んでいただけるとこの B 社っていうのがいかにこう強いのかなっていうところは見えてくるかなと思います、はい、じゃあその中で見ていただきたいのはこの経営資源 経営資源の中で最も強い強みを見つけていくっていうところが成功事例の時のポイントになりますで、最も強い強みって何ですかって言うとやっぱりこの陶器製の亀で伝統的な製法こういったところですよねそのものづくりの原点の部分この部分がやっぱり強いのかなと で、そこが経営資源の中に出てくるとまあ、ちょっとどういうふうになるのかというと。例えば209ページの下の方にある投機性の亀とか、あとはこちら210ページのところのまあ、やっぱり伝統的な製法ノウハウとかありますよね。210ページ上のところにあります。そんなところがやっぱり大きいのかなとはいで、それを踏まえた上でいきましょう。ここでじゃあ第1問、第1問はどういう問題なのかって言いますと、第1問は？ 第一問は標的顧客ですよねターゲットセグメントですからあとはこちら側誰に何をというところを考えていきますよとこういう問題なんです誰に何を考えていきますよとこれが第一問になりますそして今度経営資源をもうちょっと分析しなければいけないですよねじゃあどうやって分析するんですかっていうと 経営資源を分析するときにはもちろん SWOTSWOT 分析っていうのをしていきますよただし今回は成功事例ですからその中でもさらに強みの部分ですね強みの部分を分析していきますのでこの強みの部分ちょっと青で書きますねテン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 とこの強みの部分に対して強みのランク付けをしていく。 これが何かというと皆さん一次試験で学習してもうご存知のブリオ分析ってのありますね VRIO 分析と、まあ、細かい内容は皆さんね一次試験のテキスト等々を見ていただければ載ってるかなと思いますのでそちらで学習を進めてください。でスワット分析に対してもう一回じゃあ v r 分析をしてでそして I と O 模倣困難性が高くて 模倣困難要は真似ができなくてなおかつオーガニゼーション組織として代々やってきてますよこういう強みがものすごい強いですよねっていうところをこれ一時でも学習したと思いますそしてこの愛と王の強みの部分これがどうなのかっていうとここに生きてくればいいわけですね物とこと愛と王の強みを持って物とことをしっかりとですね作り上げていくと 要は顧客に対して提供していくすなわちこの B 社の顧客機能となればこれはもうベストな関係ですよね。でそして今回はじゃあ経営資源この辺は皆さんあの中小企業白書とかの知識を考えていただきますと中小企業は経営資源が大企業と比べてやっぱり不足してますよね。で不足している時に じゃあ中小企業経営とか中小企業政策ではどういうふうにしたらいいですかと言ってますと今回の B 社のように外部との提携というのが重要ですよねとそれが同業種でもそうですけど異業種でもそうですよねでそういった提携とか連携という事業に対しては国がものすごい力を入れてますこの辺も実は試験員の先生方のこの問題を作る背景にあるっていうのをしっかり捉えておいてくださいですから 私が実際にうちの企業経営教育総合研究所の中で、まあ、卸小売連携支援事業っていうのを受託しました、まあ、国からですねその時の諮問委員の先生というのは中小企業診断士の試験委員の先生でちゃんと名前書いてあるんですですからそのうは、ね、密接に施策とつながっていると試験委員の先生ねマーケティングの先生ですですからそういうところもですね我々分析してるんです、まあ、ちょっと裏裏からねですからしっかりとですねじゃあどうすればいいのか。 経営資源をこれは保管しなければいけないでしょうというところになってきます。ですから今回はこの経営資源で特に B 社が不足するものを保管しましょうとこれがじゃあどういう形で出てくるのかっていうのが次の第二問になりますよね。保管するとですから第二問っていうのはどういう問題なんですかっていうと。 経営資源の保管という問題になってきますよね第2問経営資源を補完しましょうと。でじゃあ不足する経営資源って何ですか不足する経営資源この辺も中小企業白書とか読んでる方は販路ですよねもうだいたい中小企業で不足する経営資源というのは何かっていうとこの販路だから例えば販路を開拓するとかそういったところについては国の やっぱり中中小企業政策の中でもすすごく力を入れてますよね特に金融機関さんでもすごい力を入れてますですからこの販路というところじゃあその販路をなんとかこう確保するためチャンネルを広げていくこれチャンネル戦略になってきますよねそうするとそれはどうしたらいいですかここで出てくるのが外部との外部との。 提携になりますね外部と提携しますと。はい、でその外部と提携してどうするのかというところが一つポイントになってきましてこの外部との提携の中でこの県内と県外をなんとかクリアしていったわけですよね販路として。ここが一つ大きいポイントになるかなとと外部との提携と。 でその外部との提携っていうのを考えていったときにここですね外部との提携っていうのを考えていったときに2つの提携の方向性があるとでこの辺は試験員の知識として皆さん一度しっかりと覚えていただきたいチャネル戦略の知識なんですけど垂直的と水平的ってのあります垂直的と水平的ですから1つが外部と提携するときに 垂直的なと。でもう一つが何かっていうとですから今回の中でいきますと外部との定型を考えていきましょうその中で垂直的な定型と水平的な定型の2つがありますよと。でそして水平的な定型は全国の県外。 ま、全国ですよね。で、y 社と提携しましたと。そして、垂直的な提携は z 社と提携しましたよ。というところで、設問全体の構成を見ていくと、垂直が設問の1になりますよね。で、水平が設問の2になります。ですから、ここで考えなきゃいけないのがこれが。設問の？ 一と、で、水平が。設問の二、第二問の設問の二となります。すると、ここで考えていただきたいのは。じゃ、外部との提携の時の。もう一つ、考慮しなきゃいけない点は何かっていうと。ウィンウィンの関係なんですね。これも覚えておいてください。相互がウィン。 両方とも良い関係じゃないとうまくいきませんよこれもチャンネル戦略の原則になりますからこれはですねしっかり皆さん頭の片隅じゃなくてちょっと中心部の方で覚えていただきたいとでするとじゃあここで第一問わかりましたで第二問も見えました全体構造でねじゃあドメイン論の中で欠けてるのはどこかって言いますとここですよね X 字そして売上の構成比を見ていくと 県内と県外を合わせてこの二つで五十ですよねそうすると X 市が五十っていうことはやっぱり力点入れなきゃいけないのは X 市しかも地域資源とかいうのはもう本当に国の施策の中でも力入れてるポイントの中では大きい方ですからここをやっぱり試験の中でもしっかり出てきているとそうすると X 市の何かっていうとここで出てくるのは商店街 ここを何とかしなければいけないいですよねというのが今回問題のポイントになりますよねでそしたらじゃあ力点としてものすごい力入れなきゃいけない部分っていうのはやっぱり問題もそれだけこう大問数例えば第1問とか第2問という大問数を割いてますよね。でするとじゃあここで構図リレーティッドマーケティングって出た時にじゃあどこが空白なのかって言ったらここですよね。 だからあ第3問の内容が構図リレーティッドマーケティングっていうのはこの商店街における取り組みなんだなというところをドメイン論をしっかり意識してドメインをある程度考えてまあこの回答例みたいに考えていく時間ないんですけどある程度考えてから回答していけば消去法で考えられますよね。誰には第第問問何をも第一問で 回答しましまで経営資源の保管第2問で保管をしながら水平垂直のターゲットセグメントは抑えました設問の1と2で,でそしてもう一つ、はい、第3問抜けてるところここですよね商店街なおかつ第4問もこちらになりますね第3問ともう一つ第ちょっとこちら側に書いてすいません第4問。 第4問のところもやっぱり商店街地域ブランド地域の企業ブランドとして考えなければいけないと、まあ、地域ブランドというよりは地域における企業のブランドですよねそういうふうに考えておかなければいけないと、はいまあ、そんなところが今回の全体構造でありますので、まあ、今回ホワイトボード一面に書きましたで皆さんはこの全体構造をしっかりとまずは頭の中これ本当はね頭の中に描いてほしいんですよ こんな綺麗じゃなくて結構ですから、それをちゃんと描いた上で書く説明、これをちょっと回答していくっていう流れを皆さん本試験でも出していただきたいなと思います。はい、じゃそれではですね、まずホワイトボードをしっかり写してください。よろしくお願いします。